休みの日に何をしているか。当然レッスンよ。聞くまでもないでしょ。ネオ様に褒められた。年前のことだけど。この間ベロニカが電柱に頭をぶつけていたのです。ざまあみろなのです。なんだこれ、スルメ食い物なのか。関係ない。けど癖になる味だ。